アジアの歴史を考える上で、えー、今までお話したものと全く違う社会経済史的な時代区分というものがあります。これは戦死時代に続いて、えー、アジアの大きな歴史を古代中世近世近代というふうに区分していくということが、えー、行われており 人類社会の変遷を考えるにはこの区分も非常に重要なものであります、えーまあ。こういう研究が最も進んだヨーロッパでできたモデルといいますのはまず古代というのは戦死時代の社会が発展して、えー、強い専制国家が生まれてくる敵時代の話でございますね。えー、そういうい社会では 奴隷制という、まあえー、人類の多くの人々が、まあ、奴隷的な身分になりそれを支配する少数の貴族それから王あるいは皇帝というものが生まれてそういう形で、えーまあ、強力なこ国家あるいは帝国を作っていく時代これを古代国家古代帝国の時代というふうに言います。アジアジではギリシャ、えー、ローマ時代 それから東アジアでは新漢帝国の時代などがこれを典型的に表した段階と考えられております。